トマス・エドワルド・リンコン・イエルナンデスは、ベネズエラ出身のサッカー選手。トリの FC 所属。ポジションは、守備的ミッドフィールダー、またはディフェンダー。ベネズエラ代表のキャプテンを務める。UA マラカイボの下部組織に所属し、2007年1月にサモラ FC に移籍した。サモラでは33試合に出場して1得点を挙げ、2008年7月まで在籍した。 2008年7月、デポルティーボタチライフシート2年契約を結んだ。2009年1月30日、当時22歳で、ドイツブンデスリーガのハンブルガー SV に、同年12月31日までの1年契約で、レンタル移籍。ベネズエラ人として、初のブンデスリーガ所属選手となった。3月4日の DFB ポカールベルダー、ブレーメン戦でデビューし、 4月4日の TSG1899 ホッフェンハイム戦で87分に途中出場して、ブンデスリーがデビューを飾った。12月10日、ハンブルが SV へ完全移籍を果たし、2014年6月30日までの契約を結んで、完全移籍した。2014年7月31日、イタリアセリエへのジェノア CFC へ完全移籍。 8月24日のコッパイタリア予選3回戦、ランチャーの戦で、ジェノアデビューを果たし、8月31日の SSC、ナポリ戦で、セリエ A デビューを果たした。2017年1月3日に、ユベントス FC への移籍が決定。移籍金は800万ユーロ。契約は2020年までの3年半。背番号は28番。なお、 ユベントス史上初のベネズエラ人選手となった。2017から18シーズン開幕前の2017年8月12日にユベントスと同じくトリノに本拠地を置くトリノ FC に1年間の買取オプション付きの1年契約でレンタル移籍が決定。シーズン中の2018年2月6日にトリノが買取オプションを行使したことが発表された。2007年には U-20 ベネズエラ代表として、パラグアイで開催された2007、南米ユース選手権に出場した。2010FIFA フフワールドカップ、南米予選で、ベネズエラ代表デビューした。2011年に、アルゼンチンで開催されたコパアメリカ2011では、10選手がノミネートされた投票を制して、アディダスベストプレイヤーに輝いた。コパアメリカ2015大会終了後、 不安アランゴの代表引退と同時にキャプテンマークを譲り受け、新キャプテンに就任した。ありがとうございます。